またまたやります。恒例企画、対決して負けたらゴチです。企画、こんなパワーワードありますか。焼き小籠包。負けって言うなれば勝ちへの一歩なので、小学校の時にその当時はちょっと珍しかった女子サッカーをさせてもらってたんですけど。そっか、自分がサッカー漫画に出てるって思えばいいんですね。そうや、球技が苦手なガン岩井には勝つ気しかないですね。勝利の女神が微笑むのはどちらなのか。それでは皆様ご一緒にレッツガッテン。ガッテンレア組、さあ行くぞ。サッカー対決、今回は焼き小籠包をかけての戦いとなります。美味しいやつじゃないですか。美味しいやつやな。私多分でも食べたことないね、焼き小籠包。本当ですか。あれめっちゃ美味しいんですよ。カリカリしてるのに小籠包のあのジュワーっていうのがあの口の中に広がって、うん、なんかお汁を贅沢に飲んでるような気持ちになります、先にルールを説明しよう。常に違う対決をし、負けた方がターゲットの品をゴチ。対決の際どうしても助っ人が欲しい時だけ使えるカードがこちら。サイバーエンドドラゴンナオト。攻撃力100、守備力70のサイバーエンドドラゴン。使用できるのは3回勝負のうち1度のみとなる。拉致が開かない球技などの対決でナオトを召喚することができる。なんと召喚ができるのか。これがあれば平等な勝負ができるだろうってすぐに蹴りがつけられるっていうこれちょっと当てになるんか知らんけどなカメラマンさんです。はい、意気込みはどうですか。小学校の時にその当時はちょっと珍しかった女子サッカーをさせてもらってたんですけど、ジーコ、うん、って言われたぐらい、あのジーコって知ってますかジーコって言われたぐらいの、まあ、腕があるんで、球技が苦手なガン岩井には勝つ気しかないですね。さあ、サッカー対決の色々です。ワールドカップの CM とかももう見てきたんで、うん、完璧です。 CM 見た？ワールドカップは見てない。あ、見てないですねあの長いなって思って頑張っていきましょう。いきましょう。レッツガッテンやるよ。やるしかない。てんちゃんゴールえ、来いボールの広さがいまいちわかんない。あーえい、あ、球技ってやっぱ続くじゃないですか。続くね。次は決める。てんちゃんゴール。ナイッシュどうしたこんなはずでは。ガッテン令和組、一回使ってもいいですか。サイバーエンドナオト召喚。出てきてはくれないですね。サイバーエンドナオト、ガンちゃんが使います。来いサイバーエンドナオト。ということで、はい、次は、次の対戦ではガンちゃんは使えません。一、はい、回しか使えない。リバイは高めの見物してます。いやー、せっこシジマール、私はシジマール。9割を取る雲男。サイバーエンドドラゴンナオト。ゴール。投げなくてすいません、ガンちゃんのために。現在の得点はこちら。ガッテン令和組。さあ、今で何回したかな。うわ、ということで、ガンちゃん、はい、私も。あ、なるほど。次の試合では使えなくなるけど、もうちょっとラチがあかんから、サイバーエンドナオト召喚。めちゃくちゃ正しい使い方ですね皆様もナオトのご利用は計画的に。ナオト、ナオト頑張って。終止符
でも全力でやります。でも全力でやります。あ、またすごい。ゴール。あ、またすごい。あれ？入ったんですよ。入ったんですよね。そんな方で私の勝ち。おめでとうございます。やっと勝負ついたというところでしょうか、先生。いやー、泥試合。ということで、はい、天の勝ち。いやなんか私2試合とも勝っちゃったけど平気っすか。いや、まあ、ちょっとまあ球技が相性悪かっただけなんで。ーボール友達ってあれ嘘ですからね。ボールはボールですから。もうボールが相棒あれ嘘ですから、皆さん目覚ましてください。ボールはプラスチックでできてる。ということで、はい、ショーロンポン、はい、行きましょう。疲れた。ガッテン令和組。うわー、焼き小籠包。はい、焼き小籠包です。うわ、あ、カリカリしてる、はい、カリカリしてるので、あ、肉汁結構出るので気をつけてください、ね、だよね。あと、見せ物ちゃうよ。ごめんね。あと、見せ物ちゃうよ。ごめんね、見せ物ちゃうよ。ハトに優しくないスタイル。いや、昔ハトにひどいことされて、もうそれがちょっとハトに圧が強いんです。今見た？見せません。見せません。ダンダン。いただきます。大丈夫ですか？熱くないです。めっちゃ熱いわ。やけどする？ちょっとやけどするかもしれない。豚まんとはまた違う。だしを、なんかおだしっていうか、何？スープ。小籠包なのでスープですね。焼いてるからカリカリやねんけど。うん、おいしい。でも、あてすごい肉汁が出てくるよ。いただきます。うわぁ、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 大丈夫。考えて食べえな、人に言ってたのにさ。私に言ってたのにな。肉汁結構出るので気をつけてください、ね、だよね。どうすんの？トシカズ、それどうすんの？顔。出汁がやっぱいいですね。熱々。熱いのがこうグーって通っていく感じが。冷ましてんからよ。そうですね。学習したガン岩井は、こんな小籠包の食べ方を編み出した。飲んでる。怖い。次何で戦いたいとかありますか？スポーツじゃない何かなら。動画が楽しかったらチャンネル登録、いいね、コメント待ってます。よかったら他の動画も見てみてね。レッツガッテン。